ちょっと顔洗って洗濯機回し、洗濯干してちょっと整いました。 生産性のあることにお金を使うと必ずお金が入ってきます。これは僕の経験上なんですけど、お金がない人とか、不幸せな人っていうのはいいことしてないんですよね。まあ、お金が入ってくるっていうことはいいことが起こる、助けてもらえるってことじゃないですか。つまりそれは幸せってことでしょ。まあ、お金が入ってこない、助けてもらえない、いいことが起きないって不幸じゃないですか。では不幸な人とかお金がない人っていうのはいいことをしてないですよね。で、世の中のためとか生産性があることをするとお金を使ってもそれが入ってくる、回ってまた入ってくるんですよね。で、お金がないから行動しないとかいう人いると思うんですけど、まあ、僕もね、昔そういうタイプの人間だったと思うんですけど、お金がないから行動しないんじゃなくて、行動しないからお金が入ってこないんですよ。行動、いいことに行動するとお金が入ってくる。なぜかっていうと、そのいいことに対して応援しようとか助けようって思う人が助けてくれるわけですよ。なので、お金が入ってくる、助けてもらえる、いいことが起きるんですよ。いいことをするから。だけど、不幸な考え方の人っていうのは、お金がないから行動しないとか、失敗したらどうしようとか、もう自分のことしか考えてないんです。だから、助けてもらえない。お金が入ってこないです。これ僕の経験上なんでエビデンスとかないんですけど、生きてるとやっぱそんな感じがしますね。だから僕は幸せなんですよ。幸せっていうのは多分僕がいいことをしてるからだと思うんですよ。世の中とか周りの人に対して。だから僕は助けてもらえるし、別にお金めちゃくちゃ稼いでるわけでもなく、ないですけど、まあ、お金が入ってきたりとか、人に助けてもらえたりとかするんですね。なので、皆さんも、まあ、お金使ってください。助けてください。いいことをしてください。お金使うって言っても、なんかギャンブルとか、ギャンブル、まあ、なんつうんだろう、ギャンブルっていう表現もしてあれだね。だから、お金使うっていうのも、本当に無駄なことに使ったら、お金入ってこないんですよ。例えばもう、なんていうんですか、もうブランドも買い漁って、借金して買い漁って、満たすみたいな。そしたらもう借金地獄になっちゃうとか、そういう形じゃないですか。それを、だから生産性のあること、ブランドものを買い漁って、それをこうネットで上げて、そういう専門家みたいなとこまでつなげないと、そして人にこう、ね、そういう、こういうブランドがあって、これはすごく良くて、こうですよみたいな、そういうのを紹介して広めるとか、まあそこまでいかないと、ただなんかこう流行りを追ってブランドも買って散財してだと、それは多分生産性があることじゃないと思うんですね。だギャンブルとかも、そのギャンブルやることでこんないいことがありますよと、みんなこんな幸せになりますよとか、そこまで行くと生産性があると思うんですけど、ただ単にこう、人から借金してギャンブルしてとか、人を騙してギャンブルしてとか、人からお金くすねて、ちょっとお金ちょうだい、お金くすねて、こう、ギャンブルするとか、で、借金まみれと。それはもうお金入ってこないですよ。でもまあ、わかるでしょ、そんな感覚。だから自分の欲のためとか、欲望のためとかじゃなく、生産性があること、それをすることで、社会が良くなっていくようなことに、お金を使う。まあ、自分が成長して、その結果、社会が良くなるとかでもいいですし、で、そういったことにお金を使うことで、回り回ってもまたお金も入ってくるんですよね。だから何も心配はいらないんですよ。あなたが、世のため、人のために生きれば、必ずうまくいくんですね。でもそれをやらないからうまくいかないんです。自分は自信がないとか、お金がないとか、失敗したらどうしようって。これ全部自分ごとなんですよ。自分ごとで考えちゃってるから、ビクビクして動けない。結果誰も助けてくれない。当たり前の話じゃないですか。自分がこう動かないと助けてもらえないんですよ。自分はこういう人間です、こういうことをしてますっていうのを、発信して、実際に行動していかないと誰も助けられないんですよね。誰もこうフォローしようとかサポートしようとかいう姿勢にならないんで、まずは、行動してくださいってことです。なので、お金は使えば使うほど入ってきます。別にそれでね、億万長者になるかどうかは別としても、あなたが困らないだけのお金は必ず入ってきます。あなたが、正しいお金の使い方をし
すれば必ず入ってきます。そういう仕組みになってるんです。もうエビデンスはわからないです。これ僕の、感覚で言ってるんで、ということで、何かの参考になれば幸いです。ちょっとバランスボールに乗ってるんで、ちょっと、揺れてます。はい、以上です。後藤輝基より愛を込めて、お前ら愛してるぜ。